横浜市民だからこそ分かることってあるんですね。でも市民で分かってない人そしたらなんだけどいっぱいいるけどね。本当ですか。山ほどいるね、はい。さあ始まりました、賢者ちゃん。この番組は、将来偉人として名を残すであろう賢者ちゃんをお招きしまして、その分野の面白さを探っていこうという教養バラエティでございます。はい、というわけで今回も素敵なゲストの方にお越しいただいております。はい、今回のゲストの方は2002年になんと37歳の若さで横浜市長になりました。現在は政治解説者としておなじみのこの方、中田博史ちゃんです。よろしくお願いします。ようこそ。ごきげんよう。ありがとう。将来偉人になる人呼んでんの？全く聞いてないね。いや、間違いなく名を残すであろうという方をね、なんちゃね、賢者ですよ。はい、中田さんはそうだったら俺今日朝食べるものも変えたよ。将来偉人が食べるものにしたのに。ちなみに今日の朝何を食べる？あの納豆とご飯と味噌汁ですけどね。勉強になるね。今回のテーマは横浜市民から見た中田博史のここが好きです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、私嬉しいですね。横浜市民なんですけども、うん、横浜市民だからこそ分かることってあるんですね。でも市民で分かってない人そしたらなんだけどいっぱいいるけどね。本当ですか。山ほどいるね。はい、まずですね、中田さんの時はなんと財政改革をねやりまして、予算がですね年13億円もカットされたんですよ。すごくないですか。すごいカットしましたね。はい、ですね、公務員を 20% 削減、談合根絶、そしてゴミを 41% 削減。まあはっきり言ってとにかく僕は支部チン市長だったわけですよ。支部チン市長、支部チン、支部チン。なぜかって言ったらやっぱり将来の世代、子供たちのために横浜市の財政立て直さなきゃダメだ、はい、この1年だよね、はい、だってなった時公約全てそこから始まってるから、将来の世代に対してちゃんと真面目にね、こう今しっかりと再生する、うん、この1年だったからね。だからゴミを減らすっていうのもね、別にゴミ減らしたからってさ、なんかじゃあ何がバラ色に変わるのっていう話じゃなくて、ゴミを減らす、そのためには市民にも協力してもらう、だからゴミの分別ですよね、うん、でそのことによって瓶だ缶だ、それからペットだ紙だ、こういうものは売れるようになるんでしょ、焼却炉に入らないでしょ、うん、それが 41% 減ったってことね。そうすると瓶や缶は売れるわけだよね、それで焼却炉は金かかんなくなる、そういうことだったんですね。私が小学校の頃、うん、よく給食の時間にゴミの歌が流れてたんですよ、うん、ゴミの歌ゴミの歌なんてもんじゃない、もっとかっこよかったよ。な、何ゴミの歌？ G30、うん、これね、クレイジーケンバンドさん、クレイジーケンバンド横山健さん作曲なの、これ、はい、あ、その歌ができて給食の時間も流れるぐらいの、うん、だからね、なんかこれはね僕思い出深いけどね、ゴミを減らす時にね、なんかねゴミ減らし温度かなんか作ろうとかってね、まあせいぜいそういう話になっちゃうんでね、だけどね、そんなの何の人にもねこう残らない、響かない、うん、そうじゃなくてもっとね歌が一人歩きするようなものにしないとダメだと思う。多分市長のアイデアとか提言で、いや僕はそう言ったの、うん、だからそういうのにしなきゃダメだっていうミッションを与えるわけ、政治っていうのは。なるほど、なるほど。でじゃあどうするって検討するわけで、うん、じゃあつって作詞を募集したら、これ横浜市民じゃなかったけど作詞まあ決まって、ああ、でそれに曲誰つけてもらえますかって時に横山健さんになって、クレイジーケンバンドが、うん、これ CD に入ってる。かっこいい。そうなんですね。ちなみにね、はい、ちなみにねこれこの間も確かにね、はい、25くらいかな、はい、の人からね、いやいいね横浜じいさん僕歌いますよって言ってさ、うん、一緒にカラオケで歌って入ってんすね。入ってます、ゴミの歌が。だからクレイジーケンバンドで検索したら、いいね横浜じいさんって入ってます。じゃあそういうところにちゃんとの形で残ってるところが大事ですよ、うん、歌が残ってたって意味ないけどいやいや、それによってゴミのことを思い出す、うん、だから歌が一人歩きするような一つのムーブメントを作らないと市民には浸透しないんですよ。やっぱりねムーブメントになりましたもん。かっこいいですよね、うん、中田さんは現代的な感覚となんかこうね憧れる部分がやっぱりありますよね。いや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 、嫌われてるって。僕は嫌われてます。もうね嫌われもんだよ。だけどいいの、世の中のためになることやって嫌われるんだったら本望だよって感じ。公務員 20% 削減とか相当大変じゃない。大変ですね。もう抵抗だらけ
ってるよね博士って。だけど先生こんだけのねバッシリっていう改革を数字減らすってなかなかできないですもんね、うん、だけど公務員 20% 減らすってのはやっぱり新規採用を減らすってことですよね。だからねこれは人に言わせれば痛みを伴わないっていう言い方にもなるわけ、はい、なぜならば今いる公務員の首を切るわけじゃない、はい、まあ、これはっきりと法律上できないんです、はい、そうすると毎年横浜市ぐらいの規模になると1000人ぐらい退職していくわけ、うんうんうん、それに対して新規採用ね、まあ、200人ぐらいを収めれば800人がこれ、はい、その年1年そうやって減らしてったんですね。減るわけでしょ。なるほど。っていうふうに減らしていくんだけど、見方を変えれば今言ったようにこれは痛みがないと言えるけれども、うん、僕は広く社会全体を捉えてみればね、若い人たちの就業をねある意味では横浜市は減らしちゃってるわけですよ。あ、そうか。そういう意味で言ったらこれはやっぱり今これをやること自体も若い人たちに対する幸せなんだよね。でもね、こういうことを放置していってやがて本当にもう首を切れない公務員の数をどんどん増やしていって、はいはい、結果として行政がどんどん水ぶくれをしていく今の現状を続けていけば、はい、もっと若い人への幸せになるよね。なるほど。確かだからその大胆な改革を行うためにいろんな戦いがあったということですね、はい、あ、もう戦いだらいや、その話後で詳しく聞きましょう。最近、はい、娘から言われるもん、ね、お父さんいい顔してるよねって。昔はもう本当険しかったって、戦ってるからそれだけ大変だったいいね、はい、で次回はその険しい顔してる戦ってた頃の話も含めてお聞きできればと思います、はい、以上、横浜市民から見た中田博士のここが好きでした、はい、ありがとうございました。また次回ごきげんよう。高松奈々チャンネルではフリップ芸からニュース解説まで幅広く発信しております。ぜひチャンネル登録してくださいませ。おパーソナルおコンピューターの方はこちらからでございます。おスマートフォンの方はこちらからでございます。それではごきげんよう。